域内のライブハウス、ロックンボールミッドシティは、米国ルイジアナ州ニューオーリンズ市内の地域の名称である。ミシシッピ川とポンチャートレーン湖に挟まれたニューオーリンズ市において、両者の中間地点に位置することから、中間の都市を意味する、この名前がついた。域内には、店舗、学校、教会、事務所、軽工業の工場などが点在する。 有名なライブハウスロックンボールが域内にあり、また近隣地域にはニューオーリンズジャズヘリテジフェスティバルの会場となるフェアグラウンズ競馬場、シティパーク、市内の湿地帯として知られるバイユーセントジョンがある。また2000年の国勢調査によるとミッドシティ地域の人口は約2万人、世帯数は5830世帯であった。域内を走る大きな通りとしては、 カナルストリート、チューレーンアベニューがある。2004年にカナルストリートに路面電車が開通したため、地域への交通の便が改善された。地域の境界線は、大まかな方角で、東側はオーリンズアベニュー、西側はポンチャートレインエクスプレスウェイ、南側はブロードアベニュー、北側はシティパークアベニューである。ミッドシティは2005年8月のハリケーンカトリーナの際、 浸水により大きな被害を受けた。浸水の程度は場所により数センチから2メートル以上と様々である。2007年1月の電力の契約状況を見ると、域内の人口の回復状況はハリケーン前と比較して約55%程度であると推測される。ありがとうございます。